ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手は試合で活躍するたびに大きな話題となっている。しかし、試合だけでなく、結婚報道や豪邸報道などプライベートなことでも話題が尽きない。もはや大谷翔平に関する報道がない日はゼロと言えるほどの過熱報道ぶりだが、インドメディア、エッセンシャリースポーツは日本のメディアに違和感を感じているようだ。今年は大谷翔平のオフシーズンのフリーエージェント、FA、争奪戦に始まり、ドジャースと結んだ10年総額7億ドル、約1105億円の大半を後払い契約にしたことや、元バスケットボール選手の田中真美子さんと結婚したこと。大谷翔平の通訳を務めていた水原一平被告のスキャンダルなど、次から次へと新しい話題が提供されている。そして、大谷翔平のプライベートに踏み込んだ報道もあり、同メディアは、彼はこの世代で、いや、どの世代においても、最も偉大な野球選手かもしれない。それにもかかわらず、彼のグラウンド外での出来事は、時としてフィールド上での活躍以上に注目されることがある。ドジャースでの成功にもかかわらず、あるいはそのせいかもしれないが、詮索好きな者たちの視線から日常生活を隠すことは、このスター投手にとって遠い夢となっているとの見解を示した。続けて、同メディアは、米国では、大谷翔平は国民的スポーツの代名詞である。日本では彼は神のような存在であり、アイドルであり、国が生んだ最高のアスリートである、とし、元通訳の水原をめぐる賭博事件とその後の騒動以来、大谷翔平は日本のメディアに背を向けているようだ。加えて、日本のメディア各社が大谷翔平の妻を調査し続けたことで、大谷翔平の不信感は増すばかりだったと報じている。できんとか嘘かよ大谷翔平、激怒、報道後、富士と日テレは通常運転も。消されたトラブルの元凶動画。6月12日、MLB のロサンゼルスドジャースに所属する大谷翔平をめぐって、週刊現代が報じた、できん処分は大きな話題となった。報じられた大谷翔平の怒り。記事によれば、フジテレビと日本テレビがドジャースから貸与されている取材パスを凍結され、大谷翔平選手の過去の映像や写真を使用しないよう通達されたとのことでした。その理由として指摘されていたのは、大谷翔平選手の豪邸取材。5月22億円の新居を購入したと米メディアに報じられると、この2社は現地取材を行い、近隣住民に話を聞き、自宅を空から撮影するなどしていましたが、どうやらこれが大谷翔平選手の怒りに触れてしまったようなんです。スポーツ指揮者、以下同。富士と日テレによる現地取材は、放送当時からプライバシーの侵害だと非難する声も数多く寄せられていた。それが大谷翔平の耳に入ったということなのだろうか。両者にとって大谷翔平への直接取材ができないこと、過去素材を使えないことが大きな痛手であることは間違いない。民放では、朝から夜まであらゆる情報番組で大谷翔平のニュースを取り上げており、大谷翔平ハラスメント、と揶揄されてしまうほど欠かせない存在であった。週刊現代の取材に対して富士と日テレは明言を避けたものの、これからしばらく大谷翔平の名前が登場することはなくなる。かと思われたが、報道では、6月9日に日テレで放送されたスポーツ特番で大谷翔平選手に関する映像の差し替えがあったとされていました。しかし、この日以降の、目覚ましテレビ、ライブニュースイット、ニュースエブリー、ミヤネ屋などで、大谷翔平選手の試合結果を、映像付き、で取り上げられていたことが確認されています。出禁とか嘘かよ？出禁報道、お目にしていた視聴者は。出禁とか嘘かよ？映像使用禁止っていうのは何だったのか？などと、困惑している様子。ただ、これには理由があるという。情報番組などでの MLB の試合映像はテレビ局が金銭を支払って放送しているもので、これは大谷翔平選手の一存で使用を止めることは難しいと思われます。使用中止を求めているのは過去素材、つまり富士や日テレが自前のカメラマンなどで撮影したものでしょう。実際、2社のウェブニュースサイトを見ると、報道以降も大谷翔平選手の試合結果が、他の会社のクレジットが記された写真付きで記事になっています。これらの写真も購入したのでしょうし、大谷翔平選手のニュースを放送できなくなったわけではないと考えられます。民放ワイドショースタッフ、以下同。
最悪の事態には至らなかったわけだが、日テレニュースの YouTube チャンネルから近隣住民を取材した動画が削除されていることからもわかるように、トラブルが発生していたことは間違いないのだろう。富士と日テレにとっては、試合映像は使用できても、大谷翔平に嫌われた局というイメージがついたままの状態は避けたいはず。本人との和解は急ぐべきですが、視聴者に対して不適切な取材を行ってしまったことの説明と謝罪も必要となるでしょうね。